Good afternoon, Neo Phoenix fans, sponsors, and boosters. Just wanted to drop a quick video on you guys, you know, to let you know that I'm thankful for your support this season. Thankful for allowing me to be back this fourth year with you guys and trying to turn things around. Unfortunate way to end the season. Just praying that everybody is, you know, in good spirits and good health. I think that's the most important thing, that everybody's staying in safety. And I know it wasn't the ideal year for us, you know, as a club, but, you know, through all of it, you guys supported us. And I just wanted to let you guys know that I'm super thankful for that, my teammates as well. And I hope everybody has a healthy and safe summer. And hopefully we get back to basketball next year. Hello there. I just wanted to say that I was happy to experience this season with Neo Phoenix. And I'm going to miss you guys and miss playing in front of all the boosters and the fans. Due to the virus that's going on, it's very sad that we had to stop. But I'm hoping for next year that hopefully we can turn it around as a team. And next year be able to show a better output than this year. And again, I just want to thank all my teammates, the club, and the staff for having me here. Thank you. サンエーネオフィニックス背番号4番寺園シュートです。スポンサーの皆さん、ブースターの皆さん、今シーズンも多大なるご支援ご声援ありがとうございました。今シーズンを振り返ってみますと、やはりなかなか序盤で勝つことができず、すごく苦しいシーズンだったなと思います。それは僕らだけじゃなくて、スポンサーの皆さん、ブースターの皆さんも同じ気持ちだったと思います。僕らはシーズン中盤あたりで何か変わらなきゃいけないと思って、まあ、こうプレーしてたんですけども、まあ、結果的にコロナウイルスの影響により試合をすることが できなくなって、本当になんかこうもどかしい気持ちです。まあ、今シーズンは終わってしまったんですけども、まずこれから僕らがやらなきゃいけないのは、まずは自分がかからないことだと思ってますので、どうか皆さんも健康第一に過ごしてください。また来シーズン笑顔で会場で会える日を楽しみにしてます。スポンサーの皆様、ブースターの皆様、今シーズンも応援ありがとうございました。個人としてもチームとしてもすごい不本意なシーズンで終わってしまって、またコロナの影響でシーズンが短縮になってしまって、すごい残念なんですけど、まあ来シーズンに向けてこれから期待を直していこうかなと思いますので、皆さんも健康管理には気をつけてください。あと外出できなくてすごい暇だと思うので、何か選手たちでもできることがあれば何かしたいと思うので、ぜひ楽しみにしておいてください。以上です。サンエーネオフィニックス6番北原修明です。スポンサーの皆さん、ブースターの皆さん、今シーズンの応援ありがとうございました。今シーズンは、個人としてもチームとしても悔しいシーズンとなり、この経験を来シーズンに生かしていきたいと思います。今こういう厳しい状況ですが、またみんなで笑顔で乗り越えましょう。来シーズン会えるのを楽しみにしています。こんにちは、サンエーネオフェニックス8番太田敦也です。チームを支えてくださったスポンサー、ブースターの皆さん、本当にありがとうございました。このような状況で、シーズンが終わってしまうということは本意なんですけれども、仕方のないことなのかなと思っています。まあ、この後に、まあ、僕たちが、皆さんのため、社会のために何か貢献できるようなことを積極的にやっていきたいなと思っています。そして来シーズン、いつ始まるかわからないですし、そしてオリンピックも延期になってしまったので、準備期間が長く、取れたと思って、より一層
努力を重ねて、また皆さんが応援してもらえるように、しっかりとした体、心をしっかり作ってまた挑みたいと思うので、またぜひ応援のほどよろしくお願いします。本当にありがとうございました。皆さんこんにちは。サンエンネオフェニックス背番号9番の柳川龍之介です。まずはじめにスポンサーの皆さん、今シーズン多大なるご支援ご声援ありがとうございました。そしてブースターの皆さん、熱い声援ありがとうございました。今シーズンこういった形で、終わるとは、予想も しませんでしたし、非常に残念ですけども、次のシーズンに向けて、準備期間も、いつもより、多くあると思いますので、ここで力をつけて、今シーズン苦しい思い、大変な思い、僕らしてきましたし、皆さんにもそうさせてしまったので、それを来シーズンは、笑顔に、させられるように、一つでも勝ち星を多く、進めるように頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。今シーズンありがとうございました。サンエンネオフェニックス10番山本浩太です。スポンサーの皆さん、ブースターの皆さん、今シーズンは応援ありがとうございました。自分は特別指定選手としてこのチームに入団して、試合に絡むことは少なかったんですが、来シーズンはもっと試合に絡めるように、このオフを利用して、自分の成長につなげたいと思います。今日本では、コロナが流行していて、皆さん大変な状況に置かれていると思いますが、自分たちもできることは精一杯やろうと思っているので、皆さんも手洗いうがいなどをして、自分たちの予防につなげるとともに、早くコロナが収まることを祈って、皆さんも頑張っていきましょう。来シーズンも応援よろしくお願いします。